どうも、ペルシンのギターの千里ことクラクシックスのミスターです。今回ですね、私のソロプロジェクトクラクシックスがですね、ニューシングルを発売することになりました。タイトルはカナリアです。6月19日に、リリース予定でございます。そして、今回ですね、これはコンセプト作品に、なるということでですね、まずカナリアという少女を、中心にですね、ストーリーを展開していくという形になりまして、いろんな、ことを考えてですね、作品に着手したらですね、今回ちょっとだんだん壮大になってきてまして、えらいコンチャの、時間がかかりそうだったので、ちょっと何部作かに分けさせていただこうと思いまして、今回カナリアシリーズ第1弾ニューシングルカナリアとなりました。詳しくはですね、こちらのビーフの、インタビュー記事を、読んでいただければと思います。そうですね、とにかく、今回は、通常版を入れて3曲あるんですが、カナリア、青い夢、そして、レインダンス、もうね、カナリアはもうアゲアゲの曲です。青い夢、こちらの方はですね、アゲアゲでございます。レインダンスに関してですね、もっとアゲアゲです。ぜひライブで盛り上がっていただければと思います。で、ライブなんですが、ツアーがありまして、こちらはあの6月22日の、西川口、ハーツというところ川切りですね。6月29日名古屋エルサイズ、6月30日大阪ルイード、こちらセミファイナルです。そしてファイナル、グランドファイナルが7月6日ツタヤオーウエスト、ツタヤオーウエストで、ファイナルが、予定されております。ぜひ皆さん、この3曲は、まあ、当然なんですけど、クラクシックスの作品全部、ね、かっこいいのやりますので、ぜひ皆さん、遊びに来てください。盛り上がりたい人、楽しいことを感じたい人、ぜひぜひ、遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。それでは、とにかく真空よかったら皆さん聞いてください。クラクシックスの、ミスターでした。ありがとうございました。